一三五目緑石科の産後、一三五目菊名石化の産後増サ産ゴは、産後症を形成する産ゴである。石灰質の大規模な骨格を形成する。増サ産ゴは、分類上の名前ではなく、産後症の形成に関わる産ゴをまとめて呼ぶものである。四方動物のうち、定着性で骨格を発達させるものを広い意味で産ゴという。骨格には、石灰質や骨質など、 その成分にも違いがある。このうち、石灰質の固まった骨格を持ち、ある程度以上の大きさの骨格に成長し、しかもその成長の早いものを増殖産後という。増殖産後と言われる産後はいくつもの分類群にまたがっているが、大部分を占めるのは、カチューツなロクなしサン産後はこう一産後目に属するものである。一種産後目には世界で約100属、 800種が存在する。他に、ヒドロムシツなヒドロサンゴ目のアナンゴもどき、鉢っぱなしンゴは高セイ目のクダサ産後、鉢っぱなしンゴは高トモサヤ目のアオサンゴなども、増サンゴである。いずれの増サンゴも、体内に、カッチュウモという藻類を共生させている。増サンゴはすべて四方動物なので、基本的には共通の性質が多くある。サンゴの体は、 ポリップと言われ、イソギンチャクを簡単にしたような姿をしている。イシサンゴ類では、触手は口の周囲に並ぶ。触手は、はじめ八本あり、成長につれて倍増する。体は円筒型をしている。体内には体を仕切るように放射状に角膜が入り込んでいる。角膜の数は、はじめから、ある一次角膜が8枚、その隙間に二次角膜が入る。 このような構造は骨格にも核壁の形で反映される。和名にも使われている菊名詞の名は骨格の表面に丸い小虫の形が見え、その中に角膜に対応して放射状に核壁があるのを菊の花に見立てたものである。なお、小虫を区別する壁が骨片にない場合もある。その場合、いくつもの小虫の放射状の核壁がつながったような 模様になり、列をなす小虫の列間に仕切りがあるものもある。増晶産後でも他の仲間では骨格の様子が違っている。いずれも本体は、イソギンチャクのように柔らかな体で、触手があり、そこに四方という中に毒針が収められた袋を備える。それが他の生物などに触れると収められた針が飛び出し、毒を注入する。 多くのものは人体に害があるほどの毒ではないが、アナサンゴもどきなど、一部にかなり強い毒を持つものがあるので、注意を要する。四方動物一般と同じく、増サンゴ類も肉食であり、プランクトンなど微小な動物を触手で捕まえて食べる。多くの増サンゴは昼間は体を縮めており、夜間に触手を伸ばす。ほとんどのものが無症生殖によって増殖して、 巨大な軍隊を形成する。単体であるものも、わずかにある。また、軍隊の一部が、例えば枝が折れるような具合に、一部が外れて、海水の流れによって移動し、新しい場所に根付くことで増殖することも知られている。有性生殖は、一産五類では、個々の虫が、卵や精子を放出することで行われる。一年のある時期に同調的に行われることが多い。 なお、アナサンゴモドキは、優勢世代として、クラゲを放出する。サンゴの骨格サンゴの骨格は、石灰質でできている。鉱物としては、荒れ石である。個体の入る部分はほぼ円形で、縦の断面を見れば筒状になっている。隣の個体の入る管との間は、友骨と呼ばれ、そこを埋める組織は、胸肉と言われる。 サンゴの群体の形は平らに岩の上に張り付くもの、海上、縦に並ぶ、板状、枝状、水平に板が伸びるテーブル状など、様々である。種類によって決まってもいるが、同種であっても、生育条件によって変化する。枝状のものでは、内海では枝が伸びて広がり、外目では短くまとまる傾向がある。俗に、テーブルサンゴというのは、緑石の仲間で、 樹脂状の軍隊を作るものの枝の寸がなじったものなので平らな表面には細かく低い枝が一面に突き出しておりとてもテーブルには使えないそのような種もリーフの内側では樹脂状の軍隊となる場合もあるなお海上の軍隊を作るものがごく浅いところに出ると上面が海水から顔を出し中央付近のサンゴが死ぬことがあるそうするとその部分は くぼんで周辺の生きた部分がまるでごく小さな干渉のように見えることがある。これをマイクロアトールと呼ぶ。増渉産後は必ずカッチュモと共生している。これは偶然ではなく、石灰質の骨格の早い成長にはカッチュモが必要であるためらしい。その理由は必ずしも明らかではないが、いくつかの説がある。例えばカチュモが光合成することで、 サンゴの体内から二酸化炭素を奪うことが炭酸カルシウムの沈着を促進するとか、石灰質沈着を阻害するリン酸をカッチューモが奪うためとか、石灰化の基質となる有機化合物をカッチューモが生産するためとか、様々な説明がなされている。いずれにせよ、増サンゴであるためにはカチューモが共生することが不可欠であるらしく、増サンゴが浅い海にしか住めないのも、 熱帯海域にしか生息しないのも、それと関わりがあると見られる。また、カッチューモの光合成は、サンゴの栄養源にもなっている。カッチューモの光合成産物は、直後に、藻類からサンゴに移るらしく、その量は光合成総量の30%に、達するとの説もある。また、サンゴは同時に動物食を行い、それが摂取エネルギー量全体の中でどれくらいに、 なるかは一概に言えないが、必須のものであるらしい。なお、サンゴと共生藻類をまとめて考えたとき、1日の光合成量と呼吸量を比べると、明らかに光合成量が多いという。すなわち、サンゴ症の生態系において、サンゴは生産者の役割を果たしていると言える。増サンゴは、先に述べたように光合成によって栄養を得ている。そのため、 光に当たらなければ生育できない。従って、サンゴ礁のサンゴが一面に並んだ場所で、水中では太陽光線が水に吸収されるため、むしろ地上より過酷でもある。一般的には枝を伸ばすようなサンゴは、海上のサンゴの上に覆いかぶさるように伸びることができるので、有利であると考えられる。しかし、サンゴは肉食動物であり、他者を攻撃することが可能である。 例えば、海上のサンゴの上に伸びた枝状のサンゴが、海上サンゴの上だけは避けて伸び、枝状サンゴの伸びたコロニーの中に、窓を開けたように、海上サンゴが出ている例がある。これは、海上のサンゴが樹脂状のサンゴを攻撃したことによって、生じた現象である。サンゴの軍隊同士が接触すると、その接触面で互いに攻撃を仕掛け、負けた方はその部分が死んでしまう。 攻撃は触手を伸ばして、四方で攻撃を仕掛けるほか、体内にある角膜糸というものを伸ばして攻撃するものもある。角膜糸にも四方がある。角膜糸を用いた攻撃は一日程度の幅を持って行われる。ところが、攻撃を受けると、スイーパー触手といって、特別に長い触手を発達させ、それを伸ばして攻撃する種がある。このような種は、攻撃を受けた後、 数週間かけてスイーパー触手を発達させ反撃に出る。こちらの方が角膜糸よりはるかに長いため広い範囲にダメージを与え場合によってはコロニー全体を殺すこともある。外にポリップそのものを長く伸ばす種も知られている。このようにそれぞれに独特の攻撃法を持ち様々な条件で勝ち負けが変わるため実際には 野外でどれかの種が勝ち残って、地域を独占するようなことは少なく、多くの種が共存している。発火したサンゴを食べる、鬼人でサンゴの生育環境には、悪化が見られるが、悪影響を与えている要因には、自然的要因と人為的要因とがある。近年、沖縄県八重山列島近海の石西証拠や、世界遺産に認定された。 サンゴ礁であるオーストラリアのグレートバリアリーフを含む多くの海域で海水温の上昇が原因と見られるサンゴの発火現象が発生し大きな問題となっている。サンゴは海水温が30度を超すとサンゴと共生するカッチューモが減少し発火現象が発生する。サンゴはこのカッチューモの光合成に頼ってエネルギーを補給しているがこれが失われるとサンゴは発火し 長期間続くとサンゴは死滅する。日本においてこの被害が顕著であった1998年と2007年はマスコミからも大きく取り上げられサンゴの危機が全国に報じられた。この海水温上昇の原因は地球温暖化が関係しているとされているが1998年と2007年は東南アジアからフィリピンの東沖の海水温が上昇する。 エルニーニョ現象が発生して、八重山諸島近海の海水温も平年より高い状態であり、30度を超す海域が例年以上に広かったことも原因として挙げられている。また、日焼け止めに含まれるパラベンなどの成分が引き金となり、低濃度でも産後の発火を誘発することが確かめられており、卵巣に有害なウイルスの増殖の誘発が同時に確認されているという。 しかし、サンゴの専門家であるロバート・ワン・ウィーシックによれば、この研究は実際の環境を反映しておらず、サンゴは発火を起こすほどの濃度にさらされないだろうとしている。サンゴを食害する生物としては、オニヒトデや熱帯産の巻貝であるヒメシロレイシガイダマシが知られている。オニヒトデは、1950年代後半に、宮古島、1970年代に、 八重山列島で大発生し、珊瑚症に大きな被害を及ぼした。沖縄本島では、1969年に女村で大発生した後、他の地域にも広がって、1980年代初頭までに健全な珊瑚症が激減した。1990年代中頃までに、鬼人での密度は正常に近くなり、産後症も回復したが、1996年には、 再び、女村で大発生し、その後、ケラマ諸島、アグニ島、トナキ島、伊ゼナ島、イヘヤ島,ヘヤ島でも、大発生が起きている。姫白霊社街氏は、1976年に、三宅島での大発生が報じられた。それ以降、太平洋岸の珊瑚礁は軒並み被害を受けていると、され、沖縄県知念沖、宮崎県久島、高知県大月町、 室戸、愛媛県の和会といった広い範囲で大発生が報告されている。各地では珊瑚礁を保全するために苦情活動が行われている。ありがとうございます。